はい、みままでーす。今日はこちら、楽天でお買い物してそれが届いたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタートー。はい、ということでちょっとね、購入品が続いてて申し訳ないんですけど、今回はね、お洋服じゃなくインテリア用品を購入しました。ではでは、私もねまだちょっと開けてないので一緒に開けていきたいと思います。ちなみに今回楽天のカラフルボックスっていうお店で購入しました。ちなみに今回もホワイト商品ばっかりです。あのね、お洋服はブラックばかりなんですけど、インテリア用品は相変わらずホワイトばっかりです。ではでは上からいきます。まずこちらタブレットスタンドを購入しました。こんな感じです。こんな感じで真っ白のタブレットスタンドを購入しました。こちらね、私が普段使ってる iPad なんですけど、これをここにグッと刺すとスタンドになってくれます。で、横でもかな、こんな感じですね。下に穴が開いてるので、このまま充電をねしたまんま立てかけることができて、後ろにね穴が開いてるんですよ。だからここから充電器をはわしてここに持ってくるとガタガタすることもなくて安定してくれます。で、これまた何がいいって絵を見てもらった方がわかると思うんですけど、こんな感じで中にね充電器を収納することができます。便利やなと思って購入しました。こちらお値段の方は1320円でした。買いたいと思います。続いてこちらシンク用のスポンジですね。これリピート商品です。開けるとこんな感じになってます。ここね、こうやって取れます。だから洗う時はパッて取って、でこれをねガーっていつも洗ってるんですけど、つける時もペタッとここにくっつければ簡単についてくれます。こちらの商品はシンク周りやったりとか三角コーナーに使えるスポンジなんですけど、水だけでシンクの水垢、油汚れをかき取ってくれる画期的なスポンジになってます。こう握りやすくって、シンクをねお掃除する時、今までは手袋をしてね、で直接スポンジを触ってバーって洗ってたんですけど、これに変えてから手袋をせずにこうやって洗うことができるようになったので、すっごいね気に入って毎日使ってます。で、ちょっともうスポンジの方が変えたかったので、今回ねリピートで買いました。こちらお値段の方は288円でした。ちょっとねボトル系を今回めっちゃ買いまして、これなんですけど、タワーから出てるボトルをね4本買いました。 250ml 入るボトルになってるんですけど、冷蔵庫を見直したくって、冷蔵庫の収納もねすごいリクエストいただいてて、めっちゃ遅くなってて申し訳ないんですけど見直し中で、ボトルとかも全部見直そうと思ってこのタワーのやつにね買い替えることにしました。お酒やったりとか白だしやったりとか、今ね無印のボトルを使ってて、量的にはねやっぱあっちの方がぴったり収納できるのでいいんやけど、やっぱりちょっと大きいし幅取るので考えようと思って、今回こっちをね使ってみようと思って買いました。このボトルを4本じゃなかったね、もっと買ってましたね。1、2、3、4、5、6、7、8かオープンって書いてるんですけど、開けると中がこんな感じになってて、こういう風に使う感じです。蓋で密封されるので乾燥を防ぎ、調味料の風味を保ってくれるって書いてます。あと蓋をひねるだけの簡単オープンで、閉めるときはワンプッシュ、開けるときは回すけど閉めるときはパチって押せばいいだけみたいです。調味料を注ぐときはこんな感じで蓋開けちゃって、注いだらパッと入れて、で蓋閉めるときはもうカチッと閉めるだけ。こちらお値段の方なんですけど、1つ1320円になります。なんかちょっとね今まで100均のを使ってて結構漏れてて、それが嫌だったので、ちょっと奮発して結構多めにね買いました。漏れないことを祈ってます。タワーシリーズが私大好きで、タワーシリーズをめちゃめちゃ買ってるんですけど、こちらもタワーのボトルですね。こちらはまたさっきと違って小麦粉とかを入れるようなボトルになってます。スライドすると出てくるようになってて、反対側もね多めに出したい時はこっちで出せるって感じですかね。これまた何がいいって、ここにねスプーンがついてるんですよ。例えば小麦粉を入れるじゃないですか、呼吸法のところからパッとすくって取り出す時に上の蓋の部分を通過してあげると、ちょうど小さじ1杯分がすくえるようになってて、すごい便利やなと思ってこれにしました。よくねこういうスプーンついてるやつあるんですけど、中で収納するタイプが多いんですけど、このタワーのケ
ースのいいところは横にねこう収納できちゃう。これがめちゃめちゃいいなと思って、さすがタワーさんですね。おしゃれやし使い勝手がすごくいい。こちらのお値段は4個セットで2772円でした。これはもう多分足りないと思うので、またね追加で買おうと思ってます。こちらの鏡の曇り止めを買いました。なんか入れ物もめちゃめちゃ可愛いですよね。浴室専用なんでお風呂のね鏡に塗ろうかなと思って買ったんですけど、鏡をねよくこう洗浄して乾かしてから鏡にまんべんなく塗り、よく乾燥させてください。1回塗ったら入浴約30回分の持続効果があるそうです。お値段の方は1078円でした。これもね使ってみたいと思います。続いてこちら、ブラシとヘラで隅までお掃除っていうほうきみたいなのをね買いました。これはサッシブラシになってます。窓のサッシってすごいホコリがね溜まりやすいので、それを掃除するブラシでパッとねカバーを外して、このまんまサッシのところをサッ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 と手上げるだけですね。これもすごい便利やと思う。掃除機で掃除するのマジで面倒くさいので、定期的にねブラシでサッサッサッとしとけば、もう掃除の時の手間も省けるかなと思って買いたいと思います。こちらのお値段は748円でした。続いてこちら、ボトルウォッシュブラシを買いました。私なんか最近ずっとこのボトルのブラシを買ってますよね。なんかこうパッとするものがなくて、今使ってるキャンドゥのもいいし、この前買った IKEA のやつもいいんですけど、なんかね何かしらちょっと弱点があって、なんかこうパッとしなくって、この楽天見てたらねまた良さそうなのがあったので、こちらも買いました。これはもうまずもう見た目もバッチグーで買ったんですけど、こんな感じになってます。これはねどどん、長さも調節できるんですよ。 IKEA のやつはこの長さやったんですよね、ずっと。だからもうすっごく邪魔で、立てかけてもこんなんなるしこんなんなるしで、キャンドゥの方は逆に長さが短くて、洗ってる時にこう先を持ってこうしないといけないっていう弱点がありました。こちらはこの状態でも使えるし、長く使いたい時はこう長くもできちゃうっていう、めちゃめちゃええやんと思ってね買いました。でここねちゃんとゴムクリップがついてるので滑り止めにもなってるし、モコモコのネットになってるので泡立ちもめちゃめちゃいいそうです。これはねすっごいね期待大のブラシですね。こちらはお値段の方は388円でした。これはマジで早く使いたい。続いてこちらのマルチタップカバーを買いました。何かわかるかな、あのコンセント、箱足のコンセントって丸見えじゃないですか。あれめちゃめちゃダサいんですよね。なんかいろいろインテリア綺麗にしてるのに、そこだけめちゃめちゃ目立つっていう。これじゃないんですけど、違うタイプのマルチカバーとかを使ってコンセント類は全部隠すようにしてるんですけど、今ちょっと見えますかね、ここにねパソコン置いてるんですけど、その下のタコ足だけ丸見え状態なので、それを隠したいと思ってねこちら購入しました。真っ白のカバーになってるんですけど、これをタコ足の部分にこうやってかぶせるだけで、両サイド穴がこうやって開いてるので、ちゃんとねコンセントもこう通るようになってるので、あのほんまにちょうど汚い部分、ごちゃごちゃした部分だけを綺麗に隠せるようになってます。こちらはお値段の方は528円でした。ちなみにこれはね黒もね売ってました。これは見つけた時素晴らしいと思ったんですけど、これトイレのブラシのスタンドになります。で普通のトイレブラシのスタンドは結構売ってるんですけど、私が使ってる使い捨てのトイレクリーナーがあるんですけど、それの絵がね結構長いんですよ。これやね、これ見てもらったら分かるんですけど、こういう絵なんですよね。それにもその専用のスタンドはついてるんですけど、すごく弱くってちょっと当たっただけでパターンって倒れるんですよ。あれも嫌やったし、まあ、ちょっと見栄えもあんまりよろしくなかったんで、私は1階では無印に売ってるこういうステンレスの挟むやつにそのスポンジをくっつけて、トイレを掃除したらその絵を洗って乾燥させて収納してたんですけど、2階にもトイレがあって、その2階で使ってんのがもうこのまんまの状態のこの定期のね絵を使ってて、そのスタンドをこれに変えようかなと思って買いました。お値段の方なんですけど、こちらのお値段は1320円でした。ちょっとスタンドとしては高いかもしれないんですけど、そんなしょっちゅう買えるものでもないし、ずっと使えるものなので、インテリア妥協したくなかったので、こちらおすすめやと思います。これも全部タワーなんですけど、タワーのねこのシリコンの種類のスパチュラと調理スプーンとスプーンをね3つね買
買いました。こんな感じで超シンプルな真っ白のスパチュラを購入しました。タワーのシリコンシリーズは何がいいかというと出っ張ってるんですよ、ここが。だから調理中に、まあ、ちょっとバッて置きたいってなった時に置くとこの先っちょが触れないので下と汚さないようになってて、それがねすごくいいんですよね。私いつもキッチンペーパーを下に引いてその上にこう置いたりとかしてたんですけど、これに変えたらそのキッチンペーパーも使うことなくなるので変えようと思ってね。でこれがスパチュラタイプで、もう一つこっちが調理用の大きいスプーンにねなってます。でここにもチョコがついてます。これに関してはここにねメモリがついてるのでこれで測れるそうです。めちゃめちゃ便利ですよね。あとまあ炒めたりとかすくったりとか、シリコンなんでフライパンを傷つけることがないのでいいと思います。ただねカレーやったりとか色物トマト煮込みやったりとかは私今まで白のこういうシリコンの使ってきたんですけど、やっぱり色移りしちゃうのであんまりねおすすめしないです。最後ですね、同じ種類のちょっと小さめのスプーンですね。これもちゃんとロゴがついてます。でこれはジャムを塗ったりやったりとかあとすくったりとかするときにすごい重宝すると思います。お値段の方なんですけどちょっと全部バラバラで、まずこちらのスパチュラの方は990円になります。こちらの調理スプーン大きい方ね、こちらも990円になります。最後これちょっと小さめのスプーン、こちらは693円になります。これはね指ガードっていうやつなんですけど、すりおろしたりとかするときに最後こんなんなるじゃないですか。あれめっちゃ大変なんですよね。で私ちょっとネイルをしてるので結構小さくなってくると間違えてこの爪の方を削っちゃったりして怖いので、あれどうにかならんかなと思ってたら、なんとなんとこれその指ガードっていうやつで、まあ、例えば大根おろしやったりとかをこうするときに最初はいいんですけど、どん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 ちっちゃくなってきたら押さえてあげてこうやって吸ってあげると最後までね釣れるよっていうもので、これ後ろがギザギザしてるんですよね。これでグイッと食材を押して吸ってあげれるよっていうものでめちゃめちゃいいと思います。使う時はこう縦じゃなくてこういうね横にして指はこんな感じで持ってこういう風にするそうです。すごいね、ほんますごいですよねこういうの考える方で。お値段の方が298円でした。ネイルとかされてる方とかすごいおすすめやと思います。続いてこちらレンジでゆで玉っていうものをね買ってみました。ゆで卵ってめっちゃ作るのめんどくさいじゃないですか。これはレンジで簡単にゆで卵ができるみたいで、一気に4つ作ったりとか2つ作ったりとかいろいろあったんですけど、やっぱちょっと収納するのに幅取るのも嫌やったんで私は1個用をね買いました。開けるとこんな感じになってます。めっちゃ可愛いですよね卵の形で。ここをパカッと開けるとこうなってて、ここにねメモリがついてるのでこのメモリまでお水を入れるそうです。でこれをセットしてこの上に卵を乗せてで蓋をします。1個約500ワットから600ワットで10分から11分でできるそうです。蓋は安全2点ロック式でロック状態がよくわかる。半熟卵とかもね作れるそうです。だからもう時間をちょっと変えればできるんかな。出来上がったらお水でね卵を冷やしてあげたらもう簡単にゆで卵が出来上がるということで、すごい便利。値段の方は1060円でした。これやったらね大きさもそんなに幅取らないので収納もしやすいと思います。次はこちらヒントっていうブランドのものなんですけど、ヒントもめちゃめちゃ良くて、私お鍋とかもヒントを使ってるんですけどめっちゃおしゃれやしすごい使い勝手いいんですよね。で今回このヒントのレモン絞りをね買いました。これねもうすごいおしゃれ、もう入れ物もねおしゃれなんですよね。開けるとこんな感じになってます。もうほんまにレモン絞りですね。ここで絞ってここに出してこう入れるみたいな感じなんですけど、皆さんご存知の通り私はすごくチューハイのレモンが大好きなのでいつもカンカンのやつを飲んでるんですけど、何かとねこういう絞ったりするのって家にあったらすごい便利やなと思って、意外とねちょっと持てなかったんですよねレモン絞りを。でこちらはお値段の方は1760円でした。もう色もねホワイトと滑り止めがしっかりついてるんですけど、その部分もグレーなので可愛いと思います。ではでは次が最後になります。こちらもキントの商品です。中身ははい
こちら、これはチーズフォンデュ用のお鍋ですね。チーズフォンデュ用のお鍋を買いました。かわいい。こっちが上のお鍋で、こっちにキャンドルを入れてチーズフォンデュができるっていうものなんですけど、前にね、1回フランフランで購入したことがあって、それね、なんか1回やったらもう器割れちゃったんですよ。チーズが大好きなので、チーズフォンデュするとき普通のお鍋で作ってたんですけど、今回キントでこんなにおしゃれなお鍋を見つけたので即買いしました。そう、バーニャカウダーもね作れるんですね、これで。キャンドルもね1つセットになってました。これでね、チーズフォンデュしたいと思います。お値段の方は2200円でした。かわいい。レモンめっちゃかわいいですね。さすが、キントさん。はい、ということで、今回の楽天での購入品は以上になります。今回は、この楽天のカラフルボックスっていうお店で、合計26,993円分購入しました。まあちょっとね、高かったんですけど、今回は冷蔵庫の中を収納見直したりとか、そういうのもしたかったので、いろいろボトル系を買ったのでね、ちょっと高かったんですけど、でも全部ホワイトで、私好みの商品ばっかりやったんで、今から詰め替えたりとかね、したいと思います。紹介した商品の中で気になるものがあれば、皆さんぜひチェックしてみてください。ちょっとエンディングを変えようと思いまして。Twitter、そして Instagram、TikTok、楽天ルームもやってるので、皆さんよかったらそちらのフォローもお願いします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。See you。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してね。バイバーイ。押してね。バイバーイ。今のもフォローしてください。お願いします。ライブも。ライブも。バイバーイ。こちらは